鉄用タンパク質は、酸化数が、可変の2、3及び4鉄中心を含む、鉄、異用クラスターの存在で特徴付けられる、タンパク質である。鉄用クラスターは、フェレドキシンやナドップデヒドロゲナーゼ、ヒドロゲナーゼ、歩光素吸取とクロムシーレダクターゼ、コハク酸デヒドロゲナーゼ、ニトロゲナーゼなど多くの金属タンパク質で見られる。最もよく知られる。 鉄用クラスターの役割はミトコンドリアでの電子伝達にかかる酸化還元反応である。酸化的リン酸化の複合体、愛及び複合体2はマルチプルな鉄用クラスターを持つ。鉄用タンパク質は他にもアコニターゼのような触媒、リポ酸とビオチンの生合成におけるイオ様共有体など多くの機能を持つ。加えて、いくつかの鉄用タンパク質は遺伝子発現も、 調節している。鉄用タンパク質は生命活動によって発生した一酸化炭素からの攻撃に脆弱である。ほとんどの鉄用タンパク質では FE 中心は4面体で、末端範囲脂はシステーニル残器からのチオラトイオ中心で、イオー元は2もしくは3肺囲である。これらの特徴を持つ3種類の鉄用クラスターが最も一般的である。 最も単純な多金属系である FE2S2 クラスターは2個の鉄イオンが2個の硫化物イオンで架橋され4つの質点にいる排位子もしくは2つの質点と2つのヒスチジンが排位した構造をとるその酸化型タンパク質では2個の FE3 イオンを含み還元型では1個の FE3 イオンと1個の FE2 イオンを含むしたがって トとヘイイフの2種の酸化状態が存在する。一般的なのは4個の鉄イオンと4個の硫化物イオンが基板のように頂点に配置した構造である。FE 中心は一般にシステーニル配位子によってより遠方に配位される。FE4S4 電子伝達タンパク質は低電位と高電位フェルド基診にさらに細分することができる。 低電イフェレドキシンと高電イフェレドキシンは以下のように関連している。ヒピップではクラスターは 2FE3、2FE2 と 3FE3、FE2 の間で行き来する。この酸化還元体の電位の範囲は0.4から 0.1V である。最近性フェレドキシンでは酸化状態のペアは FE3、3FE24&2FE3、2FE2 で、 電位の範囲はマイナス0.3からマイナス 0.7V である。この2種のクラスターは FE4S24 の酸化状態を共有している。酸化管限体の違いは水素結合の数であると考えられ、それはシステイニルチオラーとイ,イシの塩基性を強く修正している。いくつかの 4FE-4S クラスターは気質と結びつけられ、酵素に分類されている。 アコニターゼでは、4FE-4S クラスターは1個の FE 中心がアコニット酸に結びつき、チオラート配位子が不足している。このクラスターは酸化還元を経ず、ルイス酸触媒としてアコニット酸からイソクエン酸への変換に用いられる。ラジカルサム酵素では、クラスターはラジカルを生成するため還元が絶えず、アデノシルメチオニンと結びつくが、これは、 多くの生合成で見られる。FE3S4 中心を含むタンパク質も知られており、より一般的な FE4S4 角よりも鉄が1個少ない。3個の硫化物イオンが2個の鉄イオンをそれぞれ加強し、4個目の硫化物イオンは3個の鉄イオンを加強している構造をとる。この一般的な酸化状態は FE3S4 と FE3S4 に体の間で変化していると考えられる。いくつかの鉄用タンパク質では FE4S4 クラスターは FE3S4 クラスターに酸化と1個の鉄イオンの喪失で可逆的に変換することができる。例えば、不活性型アコニターゼが持つ FE3S4 は FE2 と還元剤の負荷によって活性化される。それ以上の多金属系も 一般的である。例えば 8FE と 7FE の両方を含むニトロゲナーゼがある。一酸化炭素でヒドロゲナーゼやフェイフヒドロゲナーゼも特徴的な FE-S クラスターを持つ。FE-S クラスターの研究は活発になされている。鉄用クラスターの生合成は E- コライト A- バインダンディを呼び S セラビシで最もよく研究された。 三種の異なる生合成系が確認されており、それぞれ NIF、スーフ、エスク系と名付けられ、それらは最近で初めて確認された。このうち NIF 系はニトロゲナーゼの生合成に関与する系である。NIF とスーフ系が独立して機能している大腸菌を除き、通常の生物はどちらか片方のみを持つ。この二つの中でもより広く分布するのは、 数不系である。天然に生成する FE-S クラスターの合成類似化合物を初めて報告したのはリチャード・ H ・ホルムラである。彼らは FE-S クラスターの合成類似化合物としてチオラートと硫化物の混合物と鉄縁からに FE4S44 を合成した。ありがとうございます。